エルン・ストボリス・チェーンは、ドイツ生まれのイギリスの生科学者。ペニシリンに関する研究で、1945年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。チェーンはロシアからの留学生の父とドイツ人の母との間にベルリンで生まれた。1930年にベルリン大学で科学の学位を取った。しかしナチスが政権を握ると、ユダヤ人の血を引く。 彼はドイツでは安全に暮らせないと考え、1933年にイングランドに移住した。彼はケンブリッジ大学フィッツ・ウィリアム・カレッジのフレデリック・ホップキンズの下で臨死室の研究をはじめ、PhD を取得。1935年にはオックスフォード大学の病理学の講師となった。この頃彼はヘビ毒、癌細胞の代謝、リゾチームなど、 生化学分野の様々なテーマに取り組んだ。1939年から彼はハワード・フローリーと共に微生物の産生する天然の抗生物質の研究を始めた。この過程で彼らは9年前にペニシリンを発見していたアレクサンダー・フレミングの研究を再発見した。チェーンとフローリーはペニシリンの治療効果と化学蘇生を明らかにした。 またチェーンはペニシリンの純粋分離と濃縮の研究も行い構造を予測した。この構造は後にドロシーホージキンによる X 線結晶構造解析で確かめられた。この研究によってチェーン、フローリー、フレミングの3人は1945年度のローベル生理学・医学賞を受賞した。終戦を迎えると彼は 自分の母親と姉妹が亡くなっていたことを知った。戦後は、ローマの高等健康研究所に移り、イギリスには1964年、インペリアルカレッジロンドンの生科学の学科長として戻ってきた。1948年、彼は、マックス・ベロフとノラ・ベロフの姉妹である、アン・ベロフと結婚した。人生の後半では、彼のユダヤ人としてのアイデンティティは、 非常に重要なものになっていた。1954年にはパウル・エルリヒアンドルート・ビヒ・ダルムシュテッター賞を受賞。同年、彼はイスラエルのワイツマン研究所の理事会の理事となり、後に幹部会議のメンバーとなった。彼は子供たちにユダヤ教を信仰させ、高等教育を受けさせた。彼の考えは1965年に世界ユダヤ人会議で行われた。 なぜ私はユダヤ人かと題した公演によく現れている。退官後、彼は西アイルランドに移住した。名誉圏のカーソルバーで余生を過ごしているとき、彼は主治医の献身的な態度と未来の医療がきっとあなたを治してくれるという言葉に深い感銘を受けたと伝えられている。彼の目は確かで、実際にこの医師、アショーカジアナビーコールプラサドワートに、 双極性障害の治療に用いるリチウム塩の代わりに安全なバルプロ酸ナトリウムを用いることを初めて提案した人物となった。ありがとうございます。